七夕やろうとはっていう横スライドが流れる。おえー、あー、いいだったかな、はい。だから今回のキーワードこれだったんですね。で、水崎が似合わんなーって言ってるわけで、そうするとなんだそのインチキ眉毛はみたいな、二人で言いながら、はい、あれだっつって絡んでくるんですよ、二人が。あ、そうだわ、そうそうだわ、はい、あれどうしたのと、ね、この子、この、この辺じゃ泣く子も黙るお二人が、うん、そんなので、はい、到着する、うん、そう登録、何なのその格好と、まずそこから来ますよ、はい、恥ずかしいったらありゃしない不良が好きですからね、そんなことしてまでこの女口説きたいわけね、うわー、はい、いやこれはさ、じゃあの水崎に付き合ってさっつって、まあ、ちょっとこっち来てくれ、一回ね呼ばせて、ほんでいやこれはいろいろ訳があって水崎と付き合ってこういうことになってんだよ、でまあいろいろね、そんな言い訳聞かない、信じないわよみたいなことが起こってるわけですよ、うん、でもまあ実際なんかね、付き合ってるという体じゃないのになんでこういう形になるのかなっていうね、何かなんかよくわからない、やっぱり翔子の前ではいい顔したいというか、カバーね、やっぱ、うん、まあじゃあまあいろいろ翔子も別に付き合ってるわけではないのっていうね、そうするとどうしたんですかっつって来るんですよ、あれもちょっとなんかうぜえなとか思ったけどね、うん、もうわざとだろみたいな、そう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 、そうするとうるせえなという声が聞こえてくるわけです、二人のヤコみたいな、あれはヤコです。でもあれは高校生っていうか、おかしいんですけども、完全にヤコだったからね、確実ですけども、完全にヤコなんだ、あんな高校生お手伝いけ、ね、シャバい格好したリーちゃんが女の子3人も連れてずるくね、はいはいはい、俺たちにも開けてくれよって、この人のセリフの言い回しすごい好きなんで、うまいですよあの眉毛の動かしとか、意外と、はい、俺たちにも開けてくれよとか言ってるそうすると、いやいやもう関係ないんでねちょっとなるほどっていう感じで言うけど、証拠はそうはいけませんよ、はい、トルクこんなのちゃっちゃってやっつけてよみたいなこと言っちゃうわけですよ、言うねすぐね、そうするとやっつける何それって言ってるわけ、はい、そうするとこの人は愛徳の仲間トルクンよって言ってる、だから証拠の目にも高校生と見えてるっていうことで、役だと思ってない、そう高校の番角だよって言ったらこの雰囲気がやっぱね、あの猿吉からしてね何なんだろうと、じゃあ、うん、ヤクザはどんなもんかっていうのは回答は後から出てくるんですよ、はいはい、そうですねもう今回は出ますだから、まあはい、この当時このぐらいの年齢というか、みんな高校生が背伸びして追い格好してたからもうどう見てもヤクザだったからね、確実ですけども、押すともうじゃしょうがねえと、まあでもそこでね、じゃあ許してほしいんだったら、ね、三遍回ってワンと言ってみろって言われるんです、はい、まあ、その時一瞬トールはね、グッと睨みを利かせるんですよね、でも、グッと前に出て、じゃあ行くよって言いながらトン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 って回ってんだけど、あれなんであの台の上乗って回ったのかなっていうあれ違和感ありありの回り方して、うわ、あれ別に自分の足で回ってもよかったんじゃないかなと、よかったと思います、ね、なのになんで台使ったのかなって、ずっとこの状態で回ってたから、ね、くる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 ワンみたいな感じ、なめとんのかとか言いますよね、もらいましたね、うん、ほんで言った時に、もうその前にもう泣いて帰っちゃうんですね、翔子は、あ、もう泣くのそこか、そうそう、でお前がごちゃごちゃ言ったら一人減っちまったじゃねえか、だから二人をじゃあ俺はいただこうかっていう風になったわけですよ、そしたらそういうしことにじゃあ許してもらいたければって、うんうん、うん、でもダメとんのか、まだもうトールもそろそろ我慢の限界が来てるわけですよ、うん、いよいよもう譲歩しましたよ、そう、じゃあ女の子の前じゃかっこ悪いからちょっとこっち来てよっつって、で水崎来いっつって走って言われて、はい、そして二人が追いかけて、あれ面白いのはあの隙間にびっくりハウスの絵が一瞬入りますからね、あれ当時遊園地に必ずあったびっくりハウスを知らないんですか、その僕はね名前しか聞いたことがなくて、シャッとびっくりハウス、なんだびっくりハウスって、うん、そしてなぜか知んないけど裏口なんです、はい、完全にあれねお化け屋敷の裏口なんです、はい、なんであんな簡単に入れちゃうのかなってぐらいに入る、セキュリティ悪いね、そしてなんだかわかんないけど水崎が一回閉めるというね、で開かねーってなりますよね、そうそう開かねー、あれ意外とね無言の調べうまかったですよ、その2人ほんで中に入るとなぜかお化けの音でトン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 って言いながらね、後ろで水崎がトールの反りを持ち上げて見せて下ろしたから殺すぞっつってるわけですそうすると2人はまだここで覗いてる2人なんですよ、 このドアでそうそう、あんた本当に仲間かっつってるわけです試しに殴られてみるかとトールは言われて、そうするとな本当の仲間だったら太ももにやっぱの傷があるはず、うん、これはあの例の、はい、テルさんにつけられた傷 ね、あのグサグサで言った、まあこのセリフ
それ見たら俺たち謝るやんとか言ってるわけですよ。ああ言いましたね。しょうがねえなっつってズボンを脱ぐ、トランクスが見える、ほんでこことここっつってる時に、まあやべえこれ本物だと、ほんでふざけろ寝てろっつってボコンボコンと不意打ちして二人は逃げて、バッチバチ。でも思ったのは、うん、なんでズボン脱ぐって別にさ、見せろと言われて見せなくてもよくねえか、先殴っちまえ、もうそこでやっちゃえば終わりじゃないですか。これで俺が証明笑うやろ。ああそうそうそう、それをね、わざわざバカ正直と、ここでパーンそうそう、そりゃそうだわ。ほんで二人は逃げる、待てっつって今度正面から出てくるんですね、はいはい、ズボンはね、ズボンを上げる前に出てっちゃったもんだから、まずそれを見てあの例の二人がキャーとか悲鳴上げるわけですよ、うん、あ待って待ってみたいな感じになると、後ろからシビー鬼島さんが来るんですね。また渋かったですよ、あの時の格好。毎回渋いんだから。渋いんだよ。そうするとガッと捕まえて、婦女暴行未遂とか言って完全に一回背負い投げされてますからね。はいはいはい、で手錠はめられ、現行犯ですよ。そうそうそう、初めて見たよ今回。お前そのうちこういうことするんじゃないかと思っとったんじゃ、ちょっと嬉しそうな顔してましたよね。捕まえるテディ。はい。こうすると画面が切り替わり、はい、警察署の窓のところでヒロシがちょっと黄昏れているような顔からまず映るんです。うん。押すと、ふざけんなっつって、中から、警察署の中ですね。たぶん、灰皿ぶん投げです、鬼島さん、うんうん。手間かけさせやがって。だから何度も言ったでしょと。誤解だって、って、俺の一生懸命言って、それを鬼島さんが、逆に講習の面接やな、あんなかっぱちかかせてって怒ってるわけですよ。うんうんうん、ね、いくら鬼島さんでも、ね、許せねえ、みたいなこと言うと、お前そんなシャバい格好して、根性だけは隠せんな、とか言ってるわけです。はい、そうすると、スフラッと来て座ってくるおっちゃんがいるわけですね。これが誰かというと、ヤクザモンです。これが本職だったんですね。どうぞ出ました。そう。マジモンの。あの、鬼島さん気づきます。これ鬼島さんは元丸棒なんですよ。はいはいはい。それがあまりにもやりすぎたために少年課に回された人なんです。それもそれだろ。だから鬼島とは本当に鬼なんです。マジでやべえ。ヤクザも恐れる刑事なんです。はいはいはい、はい。で、それが、なんだ元村じゃねえか。お前が行くのは刑事課だろ。ね。だから、ここいらのあの、少年ね、集めて、一本立ちしようとしてんじゃねえよ。違うもんだな、みたいなこと言ってますよね。あの、やっぱ上手いんですよ、あの。いや、もうね。そうだね。あの二人の掛け合いは本当に上手かった。役者掛ける役者。いや、やっぱり本当にね、その後に、いいよ、お前らもう帰れっつって、鬼島に、邪険にされますよ。はい、押すと、二人で帰っていく。ちょっと通ると、この、ね、あの、階段降りるまでの間に、いや、もう本当に、あれだったぜとか、なんか二人の声が入るんだけど、この鬼島さんと二人はまだあの声出さない芝居してるんですよ。こういうところはやっぱちょっとね、なんか違うなっていうか、ビーバップのメンバーでは見れないシーンがそこにねあったんですよ。ドラマしてる、無言の芝居してましたからね。ちょっとヒーカして、あ、自分でつけまったとかも好きだったけどね。ヒーカしてたら自分のヒー出しましたからね、タバコを、ね、自分でつけまっつってあれアドリブなんじゃねえか、ねえ、まあ、特に指示されてない可能性全然ありますから、なんかちょっとね、いいですね、そんな感じに思うと、はい、うん、こうして階段を降りてくると翔子が待ってるんですね、うん、待ってますね、押すと手に何か持ってます。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。